ふう、一通り街の村人から情報を聞き回ったぞ。村はいつも怪物に襲われて犠牲者が絶えないらしい。魔法使い、弓使い、剣士など様々な戦士たちが戦っているが、ラスボスを倒さない限りこの負の連鎖を断ち切れないらしい。しかしそのラスボスは普段は身を隠しててどこにいるかわからないか。もっと力と体力と技術をつけないと、ボスのとこまでたどり着けないだろうな。あ、あそこになんか寝てる。見た感じ、明らかにモンスターだな。とりあえず校長練習台にしよう。よいしょっと。うぐっくわーパタ。よし、なるほど。こんな感じか。まあ実戦ではもっと相手は手強いだろうな。心して、ててててて えあ、え長年村人を苦しめてきたラスボスは山田の刃の手に落ちた。えラスボスこれラスボスやったんあ、前クリの BGM だ。前クリした時の BGM 流れてるんやけど。あ、エンドロールだ。エンドロール流れ出した。やば。 これからダンジョンに向かう前の裏山でたまたま寝てたモンスター、ラスボスやった。ラスボスの寝首書いてもうた。こうして長年にわたる悪の支配から解放された街は永遠に平和を築いたとさ。めでたし、めでたし。あ、終わった。いい意味で終わった。最低2年かかるダンジョン5秒でクリアした。え、どうしよう。まあ、平和になったことだし、帰って寝るか。面白ければ高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。